今日、少年の身柄は長岡警察署から地検長岡支部に送られました。殺人未遂の容疑で逮捕された18歳の男子高校生の身柄が新潟地検長岡支部に送られました。逮捕されたのは長岡市に住む18歳の男子高校生。警察によりますと、昨日午前11時過ぎ、長岡市のリバーサイド千秋で買い物客の女性2人を包丁で切りつけ、さらに男性従業員を後ろから刺そうとした疑いが持たれています。少年はこの男性従業員への殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。3人はいずれも軽傷で、命に別状はありません。警察が駆けつけた当時、少年は包丁を取り上げられ立った状態だったといいます。包丁は刃渡りおよそ17センチの家庭用の文化包丁。少年は警察の調べに対し、犯行直前にリバーサイド千秋内の販売店で購入したと話しています。さらに人を殺そうと思ったと話し、3人に対する殺意を認めているということです。警察は状況から通り魔的な犯行とみて、動機などを捜査しています。